こんにちは、写真家の立花田龍馬です。今日は千葉県の本堂寺にアジサイを撮影に来ました。今すごくアジサイが綺麗な時期なので、アジサイを撮る時の参考になれば嬉しいです。それでは行ってまいります。今日は一番機動力のある24-70のレンズでいきます。もうズームしたり広角で撮ったり、レンズを変えてる時間がもったいないので、ズームレンズでいきます。もうこういうところはまあがっつり作品として撮るんだったら単焦点とかを付け替えてもいいけどね、ちょっといろいろ撮っていきましょう。でこういう光が直で当たってるところは結構白飛びしやすいから、影を狙うといい。結構白飛びするから、こういう木漏れ日だったりとか影だったり、こういうのを狙うと白飛びしにくい。特にこういう白いアジサイは飛びやすいから、だから飛ばないようにアンダー目に撮って、後でリタッチで明るさを上げて出していくといい。で後ろが暗い感じにするとかっこいいイメージ。今後ろを結構暗みに落としてるから、背景が影だと暗く落ちるからかっこいい感じで、まあ白いものとかだとすごい浮き出てくるし、でこっちの明るい方に抜くとちょっと爽やかな感じね。まああとはどういうイメージで撮りたいかね。で後ろにちょっとアジサイ入れると雰囲気出るし、もうどれが正しいじゃなくて自分がどうしたいかだからさ、もしそれが分かんなかったらいろいろ撮ってで比べるといい。お、今曇ってちょうど柔らかいね。でああいう建物とか木とかを背景にすると雰囲気出るよね。なんかアジサイの寄りだけだとすごく物足りないから、せっかくロケーションが良ければそのロケーションも入れた方がかっこいい。ただあくまでもどっちを主役にするかを明確にしないと中途半端になっちゃうから、名脇役って感じかな、建物とかは。名脇役に、で重かったらもう入れなくてもいいと思うし、やっぱ木とか入るとストーリーが出ていいね。なんかやっぱり町の公園では撮れない写真だからさ、もうちょっと雫が残ってたら嬉しかったな。水滴がそんな思ったより降ってないな。こうね、裏側から見てみて、なんかみんなが歩いてるとこだけじゃなくてさ、ちょっと裏から見ると意外といいとこがあったり。お、なんだ、うわーかっこいい、かっこいい、いいね。空が青くてアンダー目にこういうのもいいね。おおかっこいい、押さえとこう。ね、ちょっと裏に入ると思わぬものが取れたりするからさ。
ぱりこの2470というレンズは本当に便利だよ。ズームも効くしさね、こういうのを大きく撮ることもできるし、広角でね、広く撮ることもできるしさ、ちょっと上、ちょっと70ミリで切り抜こうか。うん、ほらかっけーじゃん。アジサイアジサイ。すぐ寄り道しちゃう。いいものはいいじゃん。おー、そびえ立ってる感じ。これで1時間ぐらい粘るよ。また全然アジサイ撮ってないじゃんってなっちゃう。おー、かっこいい。うん、今日一。これが一番良かったりして今日。まあそれはそれでいいじゃんね。よし、おお、ここの引きもいいね。ほら、おお、引きもいいね。あー、なんかこの道を入れてさ、ストーリーがある感じに。あー、かっこいい。うん、うん、やっぱこういうところはさ、都内の公園では絶対撮れないから、なんかやっぱそういうのも押さえておくといいよ。ここじゃないと撮れないやつとかさ、ってものがいいね。うん、かっこいい。うん、いいじゃん。いいね、ちょっと着物が入るだけで。ちょっとね、今もう直で当たってるから、直で当たってるでしょ、光が。こういう光はね、どうしても硬くなっちゃうからなるべく避けたい。お、曇ってきた。そう、曇ったらいけるよ。うん、後ろに何を選ぶかだよね。背景に暗い場所を選ぶのか、背景に明るい場所を選ぶのか、それで全然変わるからさ。ここちょっと、ここ粘ろう。かっこいいかな。よし、こういう時は正面にちゃんと正対して撮んないと歪んじゃうからさ、ちゃんと正対して。これを前ボケで、あの建物を主役もあれだね。ちょっと後ろの建物を主役で、で前のアジサイを前ボケ。うん、ちょっとボリュームが、これアジサイに近く行けば、レンズを近くすればするほどボケるから。で、どのぐらいのボリューム入れるか、重すぎず軽すぎず、こうやってずらして撮るといい。ほら、いいじゃん、ここかっこいい。ほら、かっこいい。ちょっと今曇って、ちょうど曇ってさ、あー、いいんじゃない。おー、いいね。うん、何を主役にするかね。今度アジサイ主役で、で建物を名脇役にしてみようか。アジサイ、例えば
この手前のアジサイを主役ね、主役。今度は前ボケであそこのアジサイを主役ね。だからピントはそこのアジサイね。で後ろにあの建物が入る感じで、ズームにすると圧縮効果で、うん、ちょっと赤が入るだけでも雰囲気が出るから、ズームで圧縮効果使って、うん、この時に葉っぱを前ボケするよりこの明るい色のやつを前ボケで使うと軽くなるから、うん、わあ光が差してきた。こうなると飛びやすくなるからさ、うん、おいいね、うん。さっきの曇りが柔らかいけど、まあアジサイはこういう光が入ってきたのもすごく似合うから、影がほら出てきたでしょ、うん、うん、うんうんうん、いいんじゃん、いいんじゃん、うん、もっと雫が欲しかったね、しょうがないけど、おーかっこいい、うんうん、いいね。おお、ここ影が、影のアジサイは柔らかいかなね。ピーカンの時は影を探して、ああ綺麗綺麗、ほらちょっと行ってみよう、ほらもうここだけでいいな、今日はそのぐらいかっこいい。影も入れるとね、ストーリーが出る。影も入れてストーリー、おーかっこいい、かっこいい、下から折ると、あお、かっこいい、かっこいい、かっこいい。ちゃんとさ階段にさ整体しないと歪んじゃうからね、階段がほらちゃんと整体して、これねちょっと歪むと嫌なんだよ、目がそっちに行っちゃうでしょ、だからちゃんと整体して、ほらかっこいいじゃん、いい、すごくいい、おすごくいい、うわー少し建物が入るぐらいもかっこいいね、うん、ここのアジサイをボリュームを多めにして下から煽る、ほら今みたいにここかっこいいから少しずつ上げながらさ、どっかにいいのがあればいいんだよなんか難しく考えないね、この角度もいいね、もうアジサイを名脇役にするためにアジサイは前ボケで使う。で今ほらこの建物と空がいいでしょ、であの周りのモミジも綺麗だから、だからアジサイ主役じゃなくてあの五重の塔、1、2、3、4、50の塔50の塔を主役にして、ピントは後ろね、で前ボケアジサイっていうのを見せたいから、アジサイを前ボケに使って名脇役になってもらう、うん、名脇役一輪でもいいよ、名脇役、前ボケで名脇役、うん。
うん、いいんじゃない。はぁ、入ってるこれさ、秋絶対綺麗だね。秋ちょっとが良くなりますように、頭が良くなりますように、口が上手くなりますように背が伸びますようになるほど。あー、煙欲しい、煙欲しいね、煙欲しいね。あー、いいんじゃない、何にもないけど。お、これちょっと、ほっ、ああ、ああ、おお、あ、上までいけ、あ、稲葉は危ない。うん、かっこいいなこれ、色がすっごい綺麗ね。おお、かっこいい。よいしょ。やばい、お尻破けそう。ビリって。この木、いいね、このコラボ。木と建物、五重の塔のコラボ。立派だね、この木も。こうやって回す。どっかにいいのがある、どっかにいいのがある、どっかにいいのがある。一枚もなかったここがほら、ここがさ、ここが日向でしょ、ここ日向で、向こうが日陰っていうことは、ここから向こうを背景にしたら後ろが暗くなって、この白いアジサイが浮き上がるってこと、そういうのも計算すると面白いよ。見てね、ちょっと光は硬いけど、うわー硬いね、ね、影を背景に選ぶとね、暗く落ちるでしょう。ちょっとやっぱり光、桜でもそうよ、白飛びしないように暗めに撮って後でレタッチね。これが背景を影にした感じ。光がね、今こっちだからサイド光に持っていってる、うん、でこのアジサイの中でもどれを主役にするかね。で、前ボケを使うのか使わないのか。で、葉っぱを前ボケにするのか。どうかね。うん。ちょっとね、違うな、これ。うん、これがね、後ろの影を背景にするとかっこいい感じ、浮き上がる感じね。うん、影、この葉っぱを前向きに使ったりさ、手前の葉っぱ、うん、綺麗じゃん。もうちょっとほら、こっからこっちに行っただけで背景が変わるでしょ。これはね、葉っぱの背景だからちょっと爽やかな感じ、さっきよりね。影を、この葉っぱいい仕事してるでしょ、前ボケね。この葉っぱを前ボケに今使ってる。
お、風が来ていいね。ちょっと揺れてる感じ。シャッタースピードを遅くして揺らしても面白い。うん、あとここら辺木漏れ日が、ほらここは木漏れ日綺麗。ちょっと木漏れ日でちょっと引く木漏れ日を入れたいから、で木漏れ日が入ってきてる背景を選ぶ。うん、いいね。なんかほらスポットライトで当たってる感じね。うん、木漏れ日が綺麗。ほらいい木漏れ日入ってるよ。ちょっとあとでマクロ撮影もするからね、マクロで。おお、なんかいいね。こっちが後ろが影だから浮き上がった感じ。後ろが暗く落ちる。ほらこんなに違うんだよ背景だけで。だから粘んなきゃダメなんだよ。いい被写体だなと思ったらとにかく足で稼ぐ。ほら全然違うでしょ背景が。でああいう木を入れるとさストーリーが生まれるから、あえてああいうのを入れてもいい。ほらそうするとちょっとストーリーが出てくるでしょ。いいでしょう。ちょっとした工夫だからね。光が当たってるでしょ、もみじに。だからあそこ光が当たってもみじが出るよ。だからあそこも入れてみようとかさ、もうキョロ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 見とかないとさ光に気づかないからね。粘り粘り。これ出るんじゃない、もみじ。ほらもみじ出た。でもうもみじだけも取っとく。難しいことは何にもしないよ。今度もみじ主役で手前のアジサイを前ボケで使う。だから主役をさ一回一回変えるといいんだよ。みんな一個の写真に全部詰め込もうとするとさ、もう何撮りたいか分かんなくなるから、主役をどんどん変えればいい。まあちょっと手前の前ボケはうるさいね。あの明るすぎるからさ、手前が。やっぱ明るいところに目が行くから、前ボケを何に使うかは、そう、工夫しないと。主役を食っちゃうとダメだからね。うん、いや、いいんじゃない、面白い。いや見て、ここだけでもいろんな絵が撮れるよ。でこれ今度さ、これ地面を背景にしても面白いよ。地面見ててね。ほら面白い。お、蜂が来た。やばい、やばいでしょ。ほら来た、かわいい。取りまくる。わあすごい、面白い。この絵面白いね。蜂が来てくれた、ありがとう。自分の影が入んないように。止まって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 。光のとこ来て、光のとこに来て、光。ちょっと枕いこう。蜂がちっちゃい可愛い蜂が来てるから。105マクロだっけ。やばい、行かないで行かないで、待っててよ、待って。どこ行った、マクロ来てくれ、マクロ。あれ今日置いてきた、持ってきたよ。あの近くに寄れない虫とかはさ、このマクロ、105マクロね、105マクロでいこう。ニッパチ105マクロ。
るいるいる、あれいない、どこ行った、いない、車で待つ、車で待ちたい、ちょっともう一回来よう、ここちょっとせっかくだからあんま黒撮影やるか、おちょっと影に入ってるやつとかさ、で例えばさ光が強すぎて嫌だったら自分で影作ればいいからね、ほら今自分で影作ったの、飛びすぎてたから、ほら全然光変わるでしょ、ほらほら全く変わったよ、自分の体で今隠してんだよ、自分の体で影作って、ほらこれねシビアだからね、ピンがどこを主役にするか決めてさ、ここにピンが来るように、自信なかったら何枚も撮ればいい、おお面白いね、影にするとね白飛びしないで柔らかいでしょ、柔らかいのがいいわけじゃないからね、自分がどう撮りたいかだから、ちょっと角度変えるだけで変わるからね表情が、だからいい被写体はね粘る、足で稼ぐ、うんね、ここも綺麗じゃない、ほら明るい光が当たってる葉っぱを背景にするとすごく爽やかな感じね、おお綺麗、あここはもう光が直で当たってるから硬い、硬い感じで撮りたい時はいいよ、で手前のさこういうシルバーの手すりとかさちょっと前ボケに使ったりさ、少しハレーションを起こしたりとかさせるとねちょっと絵が面白くなる、もうねとにかくねあるものを使うの、ほら今光が当たって反射してるでしょ、これをちょっとねハレーション起こさせて、ほらあ今蜂が飛んできた、ほらちょっとハレーション起こしたでしょ、あんまりやりすぎるとあざとくなるからね、具合をどのくらいにするか、うん脇を締めてぶれないように、ほら面白いね、これここを使ってんだよ、なんか女性でふんわり撮りたい人はあんまり直接光が当たってるとこは撮らない方がいいかもね、こういう直接光が当たってるとこじゃなくて影、影だとふんわり感を出せるから、光の質はふんわり柔らかいんだけど背景を暗く落とすことですごくシャープな感じも出せるしかっこいい感じね、だから組み合わせだからさ、硬い光暗い場所だったらめっちゃかっこいい感じ強い感じだけど、光を柔らかくして背景を暗くするとかね、その組み合わせで絶妙な質感が出るからさ、それがオリジナルだよ、こうしなきゃいけないっていうのはないから自分で探す、いい被写体はこうやってカメラ回して撮るんだよ、どっかにいい角度があるから、今ほら木漏れ日綺麗だね、木漏れ日狙おっか、木漏れ日おー綺麗、光が綺麗、木漏れ日綺麗、ほら光綺麗、どの花びらを主役にするか、ふわ明るい背景にするとふんわりする、ほら柔らかい、これの後ろこの白い花を背景にしてるから柔らかいでしょ、これも可愛いじゃん。ねえ、見てこの花。つぼみこれ。可愛い。赤ちゃんだ。
赤ちゃん、鐘の音いいね。赤ちゃん、影がいいよ、やっぱり柔らかいから。今ね、こっちからは純光だから硬くなるからね。だから柔らかくしたかったらこっちから回る。今光があそこだから、これがサイド光で、もっと柔らかくしてたら反逆光ね。こっち、これ柔らかくなるよ。自分の足で稼ぐ。しかも後ろ明るいからふんわり感。ほらね、綺麗。マクロレンズはどれを主役にするかだよ。もうそのピント合わせたもの以外はほとんどボケちゃうからさ。だから中途半端に主役を決めないで撮ると伝わんない。これで下明るいところを背景にするとふんわりする。反逆光プラス背景を明るい場所、この組み合わせでほら後ろが明るくなったね。これでシルエットで撮るのも面白いし、主役を暗くして後ろが明るいとシルエットになるから、いいね。ね、このほらあそこの地面のあの光を背景にしてる。ちょっとごちゃっとするけど、それが嫌だったらシンプルな背景でいいし、角度を変えるとまた変わるから、いろいろ角度を変えながら一番いい写真をちょっと斜めに入れて動きを出す。で、あとはさ、完全にこれ地面を背景に撮ってみるね。ちょっと手前のあれがうるさいから、手前の上の方のやつは切る、入れないでね。で、手前の葉っぱは入れて端っこに来るよ。これを入れると重かったから、これを入れないでこれだけ。よし、もうここで終わっちゃうから行こう。ちょっとこれも撮りたいよ。アジサイじゃないじゃん綺麗なんだもん。綺麗。背景明るい、空の抜け、あそこの空の抜けを狙ってる。ほら綺麗でしょ。これが空抜けね。うわー綺麗。うら空抜け今日一ダメじゃん。アジサイ取りに来たの。このボケ方面白いでしょ。でちょうどいい抜けるさ、いい葉っぱが絶対あるからさ、これで諦めないで、いい葉っぱに出会うまで粘るよ。いい角度があるから。おお、雲も入って。おお、
いや面白い。おお綺麗。回す、カメラ回すよ。どっかにいいのが入るから。そんなもんだって。カッコつけないでさ、いっぱい撮ればいいんだって。おお、ここ来たよ。見つけた。いいよ。かわいい。かわいいよ。笑って。ああ、かわいい。ニコー。おお、いい。ちょっと待って。いいよ。ソフィー。ソフィー。おお、ソフィー。いい笑顔。ナイスマイ。スマイ。ソフィー。ソフィーちゃん、スマイル。あ、後ろの入ると重いでしょ。あれが入ると。ちょっと。やばい、アジサイ。アジサイ取らなきゃ。ソフィー。おー、ここかっこいい。これかっこいい。あー、やっぱり入れすぎない方がいいね、これ。ほら、飛んでるみたいじゃん。カモメ、カモメっぽく撮ろう。カモメが飛んだ、カモメが飛んでるよ。おお、カモメが飛んでるよ。あ、曇ってきた。粘りすぎ。アジサイ取れ。シルエットだったらここら辺いいかもね。おお、シルエットいいんじゃない、これ。暗めにしてさ、アンダーで。おろ、素敵じゃん。105マクロ面白いでしょ。なかなかどうしていいよ。おお、なんかいいんじゃない。アジサイ撮れって聞こえてくる。アジサイ撮ってください。アジサイの撮影見に来ましたから。残念。もう知らないか、みんな。ハタヨーク。ハタヨークみんな知ってんのかな。あ、昭和の人は知ってるな。もう20代の人はハタヨーク知らないか。残念。お、曇ってきた。チャンス。ちょっとどうだろう、105。まあだけど105だと同じ絵になるからな。ちょっと圧縮効果取ってみる。お、なんかかっこいいんじゃない。圧縮効果で後ろのあの建物がね、こういうのを圧縮効果で。知っとるわって。見てね、ほら。あ、いいね。じゃあちょっともみじ、うん、あ、もみじ前ボケ。今度もみじにピント合わせて後ろが近づいてくる感じ。おお、これもいいんじゃない。ボケボケすぎて背景が分かんないか。まあいいや、撮っとこう。うん、あ、ここまでボケるともう分かんないね。うん、あ、なんか京都っぽい。京都っぽい。あ、形はなんとなく出るか。あ、なんかいいよ。京都だ、京都。そうだ、京都行こう。おお、あ、なんか白く、あのほら屋根が白く飛んでくれてるからいいよ。白飛びさせて
後ろからね光がね来てる感じになるよ。お、空見た。あ、いいね。ほら、あの反射を使ってさ、後ろからライトを打ってるみたいな感じで。あ、シルエットもいいかもな。ね、これ暗めにしてシルエット撮ってみる。暗めにしてシルエット。おお、ちょっといいかも。おお、なんか面白い。ああ、また曇ったね。あー、もう今日ここだけでもいいか。おお、なんか面白い。あ、ちょうど曇った。今しか撮れない写真がある。絶対に負けられない戦いがあるみたい。おーお、思わぬ写真が撮れたぞ。おお、このシルエット良くない？あそこの屋根いいよ。結構ね反射してるから背景に使おう。お、ちょっとブラスか。あ、あ、じゃシャッタースピード遅くする。シャッタースピードを80にして、ちょっと風のブレを。お、風来い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 。口あ、意外と動いた。風来て、神風、神風来い、神風来い、神風来い。風止まった。嘘、ピタって止まった。風、風来て、風来て。お、来た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 。さっきぐらい吹いてよ。揺れて、葉っぱ。お、来た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 。ほら、神風、神風。おお、来た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 。揺れてる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 。はあ、後ろの、ほら、後ろの木揺れてるよ。これいいんじゃない？ねえ、思わぬ収穫。うん、いいんじゃない？入れてるよ。ちょっとこんなに撮れると思わなかったよ。ほら、こういうのが見っけもんだよね。そう、こういう偶然に出会わなきゃ。そう、行いだよ、日頃の。日頃の行いが悪い人はこういう風吹かないからね。日頃の行いだよ。お、来た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 。神風神風神風。いやー、なんかちょっと思わぬ被写体に出会ったね。何撮りに来たんだよって。だって撮りたいんだもん。だってかっこいいんですもの。おお。何撮りに来たんだよ。ちょっとああいうのも撮りたい。もうほんとほんと行かないともう進まないよ。ずーっとここだよ。いいんだけどね、それもそれで。かわいい形の葉っぱがあったらさ、空に。あ、なんかゴジラっぽくない？あの葉っぱ。お、ちょっとゴジラっぽく撮る？テレレテレレテレレ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 。お、なんか怪獣？何？テラノサウルス？テラノザウルス？サウルス？お、恐竜っぽい。ちょっと恐竜にしか見えなくなってきた。どうどうどう？俺恐竜に見えるんだけど。ほら、こうなってるよ。ちょっとアジサイ取り行こう。マジで。
もう切りないからマジで。いやだけどよかった、ちょっと105のマクロまた後で使おうか。でマクロだけだとさ、いい場所だからさ、場所が良くなかったらマクロでなんか逃げるのもありだけど、やっぱりロケーションがいいからさ、ちょっとロケーションも入れつつの方が今日はいいかなね。よし、今でロケの時は必ず太陽ね、今あそこでしょ、太陽チェックしないと写真撮れないよ必ず。これ絵になりそうな場所を見つけるのが大事だからね。あーちょっとここら辺良さそうだな。まずさ、アジサイを決める前にさ、背景を決めるっていうのも一つのコツね。でアジサイを決めてさ、背景を成り行きにするとさ、アジサイはすごく良かったんだけど映り込んだ背景がいまいちだったりなるじゃん。じゃなくてさ、まず背景映り込むところをこうやって見てさ、紅葉のあの葉っぱとかもいいし、で本堂も見えてるし、でここで撮れるアジサイはないかなって考えて、だからもしああいう遠い場所だったらちょっと長玉を使って撮れば撮れるしね。うん、だからね、これはポートレートも同じだけど背景は動かせないから、とにかく背景を決めて、まあアジサイは動かせないんだけどレンズで寄ったりとか引いたりとかできるからね。ポートレートなんかはもう人を動かせるから、もう背景決めて人の立ち位置、モデルの立ち位置を決めれば、モデルもいいし背景もいいしになるでしょ。でアジサイとか花の場合は被写体を動かせないんだけど、それをどうやってカバーするかって言ったら、レンズ望遠を使うのか広角を使うのか何を使うのかでコントロールする、うん、でまあ、本当はあそこのお寺の本堂のこの形は見せたいけど、もうかぶってるでしょ。だからここで撮ったらあそこの一番このところは映んないけど、で光がいいでしょ。ちょっと撮ってみようか。で広角すぎるともうあれがなんだか分かんなくなるから、だからちょっとズーム、今 35mm 35、40あたりで、まあこのアジサイの場所が影だから、このアジサイを明るくすると後ろは飛ぶからね。まあそれはもうしょうがない、一回撮ってみよう。うん、まあまあまあ雰囲気が出ればいいから、別にあの本堂が主役じゃないからさ、名脇役になってもらえばいいから。おお、なんか木陰にポツンってこう咲いてる感じ、ちょっとけなげな感じにしたいから引こう。もうあの本堂は雰囲気が入ってればいいから、引いてちっちゃく撮る。でポツンって感じでね、いい感じでしょ。ストーリーを考えてやるとストーリーが伝わる。うん、いいんじゃない、いいんじゃない。ほらちょっと青空に抜いてみようか。青空に、あまあまあまあ、バリエーションとしては取っといたらいいかもね。ちょっと上の葉っぱを入れてもいいかも。うん、角度を変えながらさ、ちょっと森の中に咲いてますよ感を出すんだったら上の木を入れてもいいさ。で重すぎて邪魔だったら入れなくてもいいし。あ、なんか面白いね、影にひっそりと暮らしてる感じ。あー、なんかこの横位置も可愛いよ、あの奥の花と。じゃあ家族にしよう。うん、おお、
いいよ。ちょっと暗い感じでさ、あ、これいいよ。鬱蒼と茂った感じに。あ、これかわいいよ。後ろのほら、あの光がね、効くよ。わ、めっちゃいいじゃん。いいじゃん。ほら、こういう場所、こういう場所。ほら、光が入ってきてさ、あそこ、あそこ、あそこを背景にしたら光が絶対さしてくるでしょ。ここはすごい絵になるから粘る。で、影だからすっごい柔らかいでしょ、光が。おお、ちょっとこれも105出すか。あれを狙いたいな。105出そうかね。105出そう。おお、これも面白い。おお、いいじゃん。影から日向を狙うとね、こういう写真になる。うん、ああいうのも光きれいだから、ここも撮っとくといいよね。白飛びしないように暗めにね、レタッチで攻める。うん、まあ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 105マクロ行こう。ここ人いないからいいよ、こっち側。おお、なんかしっとり、壁でしっとり。うん、なんかいいね。白暗くなるから、ほら、うわ、めっちゃしっとりしてんじゃん。うん、ナイスナイス。わあ、なんかほら面白くない？面白いぞ。おお、あ、いいね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 。105、今日ちょっと105結構ハマってんな。今日105いいよ。ほんとめったに使うな105は。今日すごいひらめいたんだよね。なぜかいつも持ってこないのに105と思ってさ。おお、おお、いいんじゃない？ここいいよ。ちょっとみんな本堂寺来る人、ここね、穴場でみんな来ないから。だけど実は光がめっちゃ綺麗。今10時ぐらいか、10時ぐらいのこの光、うわー綺麗。しっとり感がめっちゃいい。めっちゃしっとりだね。昨日雨降ったから湿気があるんだろうな。おお、この葉っぱに当たってる光も綺麗でしょね。おお、綺麗。光がめっちゃいい。ちょっとここで遊ぼう。ちょっと前ボケ入れて。おお、しっとりしてんな、ここ。ここめっちゃいいよ。ここめっちゃしっとりしてるよ。ちょっと気に入った、ここ。昨日もっと雨が降ってたら多分相当雫がついてたんだけどね。ちょっと残ってないね。ちょっと振りを変えたらいい背景に出会えるからね。粘る粘るよ。あー、あの線が入るのいいね。おー、前のもみじもいいか。お、ここもいいよ、もみじが入る。まあ、朝、あ、ひまわりじゃん。アジサイ自体は形がね、そんなに顔が見えないんだけど、なんか全体の雰囲気でいい。やっぱりもみじがね、ここはね、もみじがすごいの。ちょっともみじボケする？もみじボケ。
うん、これは直だからね、やっぱり硬いね。硬くなるのよ、直で当たってる花は。で、順光で直でしょ。俺は順光で直は捨てるね。もうやっぱ俺が好きな写真なんないもん。順光直はもう絶対撮んない。うん、よし行こっか。まあもうさっきのあそこ撮れたから京都行きて、京都行きて。そうだ、京都行こうだ。これ見て、京都行きたいよ。おー、かっこいい。あ、こうやって切り取るのもいいでしょ。ね、全部見えないけどさ、全貌は見えないけど、なんか想像力をかきたてる。光が綺麗だもんね。ちょっとレンズ変えて撮ろうか。想像力を。光綺麗、見て。よし、ちょっとレンズ変えようか。光が綺麗ね。え、やっぱりズームレンズ便利でしょ。もう十分だからね、こんなの単焦点じゃなくて。何を優先するかで、スピード優先だったら、単焦点だとスピードが優先されないしさ。だからなんかみんなが単焦点いいって言うからって単焦点買うっていうのは違う。自分が単焦点がいいんだったら単焦点買えばいいしね。だってそれぞれさ、撮る目的が違うしさ、何を大事にするかも違うじゃん。だから友達がいいって言ったからって買ったら使わないよ。それは友達の価値観でいいって言ってるわけだからさ、その人は間違ってるわけじゃなくて価値観が違うだけで。うんね。だからちゃんと自分が何をどう撮りたいかっていうのを決めて、それでそれに合ったカメラを選ぶ。もう俺単焦点とかほとんど使わないもん。もうズーム。うわ、蜂がいる、大きい、やばい。スズメバチ、ちょっとやめとこ。いや、来るもん。やだ、刺されたら。え、これ逃げたらついてくる？ちょっと逃げる。ここら辺よさ。わー、白いのがいた。あー、真っ白じゃん。あ、影、あー、いいんじゃない。ここも行こう。進まん。うわー、これもいいよ。後ろがほら明るく、あー、いいね。後ろ飛ばすよ。影の白いアジサイを明るくするために露出を上げると、後ろの晴れた明るいところはさらに飛ぶ。ほら、光が綺麗ね。ふわーってくるでしょ。この逆光のふわーが好きじゃなければ撮んない方がいいからね。ほら、このモミジとのコラボ見て、
ほらーすごいね。あとこういう地面ね、もうこれも鉄板だからね、地面。ね。あー、この木陰を背景にしてみようか。これ、木陰。あと苔もいいでしょう。これをね、見ててね。多分、素敵な感じになるよ。ほら。いいでしょう。こんな感じいいんじゃない？木陰がいいよ。ほらほらほら。ね。木陰。ちょっと枝を斜めから入れようか。カメラを回して。そうすると動きが出るんじゃない？あー、こっちか。うん。こっちに入れようか。あの後ろはいらないか。シメの花。うん。うん。ああ、いいんじゃない？ぽいでしょう。特別なことはやってないのよ。おお、いいじゃん。ああ、これなんかいいんじゃない。ほら、影きれいね。ここも絵になるよ。いくよ。いい影きてるじゃん。ほら。こういうのを見逃さなければ、絵になるよ。影で遊ぶ。影で遊ぶ。ほら、なんかいいでしょう。ちょっと引こっか。なんかいいね。森の小道っぽくて。やっぱり光なんだよ。うわぁ、綺麗ね、光が。やっぱり光でしょう。おお、光と影。へへ。もう、あともうちょっとしたら帰ろう。ね。もう人も増え、おー、ここもいい。結局全然回れてないけど。また2時間半の映画になっちゃうから。ね。ほんと、ほっといたら2時間半の映画になるからさ。おー、影が綺麗。きれい。おー、影がいいね。うわ、光がきれい。この葉っぱきれい。おー、ハート、ハートっぽくな。ラブ注入ハート型。おー、綺麗、空抜け。アジサイじゃないじゃん。
おお、かっこいいよ。あ、空抜け。紅葉とかも空抜けさ、めっちゃ綺麗だからさ、目線を変えるといいんだよ。うん、そしたら思わぬものが見えてくるから。難しいことしなくていいんだよね。難しいことみんなしたがるからさ、シンプルシンプル。ほう、よし行こう。うう、もう太陽が高くなってきたからね、もうこんなもんだね。ということで今日は本堂寺、本堂寺に紫陽花を取りに来ました。まあちょっといろいろ背景の選び方とか、まあ、光の選び方とかいろいろやりましたが、ぜひやってみてください。で、雨上がり、まあなかなかタイミング合わないかもしれないけど、雨上がりの雫は本当に綺麗なので、もし雨上がりに行けるのであれば雨上がりに行ってみてください。光と背景で全然違う写真になるので、ちょっとこだわってやってみてください。まあ撮影の条件とかあるので無理な場合もあるかもしれないけど、光と背景ちょっとこだわるだけで全然違います。もしわからないことなどがあればいつでもメッセージください。じゃあね、バイバーイ。アジサイ撮影楽しみ、イエーイイエーイ。バイバーイ。楽しいよ、アジサイ撮影。バイバイ、イエーイ。ナーミョンホーレン月教、ナーミョンホーレン月教、ナーミョンホーレン月教。ナーミョンホーレン月教。カメラ、いい写真撮れますように、いい写真撮れますように、いい写真撮れますように、はい、口がうまくなりますように頭、はい、顔も、はい、はい、カメラ、もう一回口がうまくなりますように。